今日は6月13日の水曜日です。富士うつぎの絵を描きます。木の花によく似た富士うつぎをデッサンしましょう。ずっと茎のところをまず描いていきます。ここのところに紫の富士うつぎの花が細かくたくさんついています。先の方は少しつぼみのような感じになっていますね。富士うつぎの葉っぱをデッサンしましょう。ここも富士うつぎの葉っぱをデッサンします。富士うつぎのデッサンができましたので彩色に入りましょう。紫のお花を彩色しています。お花は紫で彩色ができましたので、今度は葉っぱはグリーンの色、黄緑とちょっとグリーンを混ぜて、彩色します。茎もやや緑ですので、茎のところも緑を彩色しておきましょう。これで富士うつぎの絵が仕上がりました。